要になってくるので、それを全て店員さんに預けて設定してもらうと、まあ、そういった情報が流れやすくなるっていうところあると思います。私店員さん選べないんですけど、どうしたらいいの？やはりね、あの店員さんの人数を見て決めるわけにはいかないので、ね、順番が来たらね、そこに行かなきゃいけないので、なかなかこれって防ぎようがないなと思いますね。防ぎようがないと、本当にこの、しかもこの被害者の女性は自分のところに来ているメールが他のところに行ってるってことを全然知らなかったっていう、極めてね、悪質というか不気味ですがありますよ ね、 そうですね。本当にこうなかなか発覚しづらいものであったんですけれども、はい、では私たちが取れる対策というのはあるんでしょうか、うん、まずの後ご紹介します、はい、何ですかね。新しいダブの泡洗顔の秘密、それは進化した弾力泡、美容液配合でしっとりと洗い上げ、ほら吸い付くような肌に、ダブクリーミー泡洗顔料。髪のダメージまだ手先のケアだけ、見落としていたのは頭皮の奥、クリア頭皮の奥三層まで仕事、強く美しい髪で確信クリア。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。例えば28歳の女性って若いじゃないですか、はい、そういった方もなりうるんですか？そうですね、普通のパーキンソン病だとやっぱりご年齢の方の方が多いんですけれども、うん、こういう薬剤を飲んだことによることに対しては若年でも起こしうる。ただしパーキンソン病もですね、若い方でも起こりうるんですね。若年性パーキンソン病っていうのもあります。だから、はい、若い頃にパーキンソンになる方もいますよね、はいはい、そうですね。実はマイケル・J・フォックスさんはですね、うん、何歳にパーキンソン病を発症したか分かりますか、ね、ではね、あでもバクトル・ミューチェルのあそこだよね、あと30歳、30歳、若い、これ完全に否定できますでしょうか？若年性パーキンソン病完全に否定することができない、この時点でできませんね。パーキンソン病とパーキンソン症候群の違いはあります。はい、ご飯分けて考えて、ご飯食べました。そこに3人の研修医は共に薬の副作用を考えた。しかし若年性のパーキンソン病も捨てきれない、はい、まずはこの患者さんの出走から考えてみましょう。転びやすいっていうことですね、はい、どのような転び方だったでしょうか？はい、西脇先生お願いします。あの一番ひどい転び方をしたっていう時なんですけれども、うん、まあ、こう少し押されぶつかってしまっただけで後ろに、うん、後ろにね、後ろにとっさの時にうまくこう反応できない、はい、まあ、そういう特徴があったようですね、うん、じゃあ他にどういうのがありましたか？症状として他になかったんですか？姿勢の障害、姿勢反射障害ってことですね。あ、反射障害、きちんと保持できないからこう、あ、姿勢を保てない。特に問診のシーンで、問診のシーンでしょ、あった傾いてますね、うん、傾いてますね、左傾いて、医学的に何て言います？建物でですね、ピザ、素晴らしい。実はこれはですね、医学的にピサ症候という、言ってみるもんだね、俺も、はい、他には安静時神経、仕事をしているときは震えはないんだけれども、うんうん、こう座っていたりすると指がこう動いてしまうと、はい、2人は婚姻届を提出したが、この前後夫婦関係が悪化していく、ある出来事が起きていたという。それは川谷さんがライブに招待した元恋人とのやり取りだった。彼が電話口で大泣きしているんです。元カノからずっと好きだったと言われたと、どうしたらいいのかわからないと泣いていた。私は彼にちゃんと考えて決めてほしいと告げました。翌日、川谷さんから A 子さんに決めたと言われ、危機は乗り越えたというが、その後、川谷さんは週刊誌で報じられたようにベッキーさんと親しい関係になっていく。
11月くらいからは週1ペースで食事をしていることを知り、頻度が多いなとは感じました。彼の口から初めて離婚という言葉が出たのは11月21日のことです。彼は一人になりたいと言い始め、離婚するしかないかなと。その時初めて、私はグリーンのお店、ブルーになるぞ。ライブ当たり。第1条、府民および滞在者の平穏な生活を保持することを目的として、まあ、定めたものですよということで、まさにこの平穏な生活を脅かす存在になってしまったというところなんですよね。はい、他にも条例ではですね、こういったことも取り締まりがあります。ラフや行為だったり、乱暴な行為、卑猥な行為、客引き、それから付きまといなどなどの切符が入ってたら、そこに転送されてますよっていうことなんだ。もちろん自分のパソコンなどにも設定して転送することは可能なんですけども、自分が知らないアドレスが入っている場合は盗み見られている恐れがありますので、これ今チェックして、はい、あったら、でも今お伝えしたのは AU の機種の場合です、はいはい、でも大体同じような機能はあるんですか。そうですね、まあ、提供している会社もあれば、それのところもあったりするので、まあ、その携帯電話会社によるというところもあると思います ね、 ね。でもこんなのってごめんなさい、こういうことを可能性として考えたことがないんで、転送先を本当になんかもうあるのかどうかなんて普通チェックしませんもん ね、 ね。なるほど、まあ、やることすら知らなかったですか。まあ、ただ今回起きたのはこういうことではなくて、もう窓口で徹底でそういうふうにされてしまったので、これはまあ通用しないということになりますから、まあ、そこは本当にあの窓口の方のもうモラル頼みということは、私たちは極めて受け身だなというふうにも思います。鹿さん、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、ガンジン。続いてはカツミのピカッとニュースボードです。午後の3時はピカッと光るニュースです。カツミさんと一緒にカツのニュースをお送りしたいと思います。カレーショップのポイントでこう当てて、しっかり辿っていくと、正体はこのコーナーの後に行うでしょうか。太田康介の左足、これはキーパーです。作用できなくなり、パーキンソン病と同様の症状が現れるのです。点をドーパミンとしましょう、はい、でこれがドーパミンの受容体とします。でドーパミンが働くにはですね、神経から次の神経へドーパミンが分泌されて、そこにこうはまると結合すると言いますが、これによってドーパミンの働きが行われるわけですね、伝わっていく、はい、でそこでですね、邪魔するものがあるとですね、そいつがですね、このドーパミンの受容体にこう結合してくっついてしまうと、はい、ドーパミンがおい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 、うんうん、くっつけなくなるわけですね、邪魔しちゃうわけですね。それではですね、パーキンソン症候群という病名が上がりました。その原因にはですね、どういうものがあるかですね、いくつか挙げてください。まあ、薬によるもの、薬剤、はい、薬剤書いてください。ドクター G は薬剤性以外にもパーキンソン症候群の原因があるという。じゃあちょっと考えてる間に西脇、例えばモハメド・アリさんは、あの方は何なの、パーキンソンかと違うの、そういうの何て言うの、外傷性、外傷性ですね、素晴らしい、外傷性、難しい言葉作るっていうね。そして脳血管障害で起こさないの、脳血管障害、脳梗塞とか脳出血とか脳の血管の病気とか、あと中毒とか CO ってことですか、一酸化炭素、一酸化炭素中毒、そういったものでも起こるんですね、はい、他にないんでしょうか。パーキンソン病でもない、パーキンソン症候群、この
中に上がったもの以外で、若い方でですね、あの遺伝的な病気というものでないでしょうか。ウィルソン病というのがなかった。ウィルソン病思い出しましたね。パーキンソンじゃないやつが出てきたよ。はい、ウィルソンさんですね。ソンばっかだよ。はい、でそのウィルソン病の特徴を、銅の代謝障害で起きる病気なんですけれども、ウィルソン病は体内に銅がたまって排出できなくなる遺伝性の病気です。蓄積された銅によって脳や肝臓、腎臓、目などに障害が起きるほか、パーキンソン病と同じ症状が現れます。銅がどこに沈着する？特徴的なのは目の周りに、はい、そうですね。もしかしたらこういう感じじゃないですか。うわ、あったの。あやっぱこの患者さんのですね、目を見ました。あったそこまでの感じ見るんですか？見なかったですか？見なかったです。見ても気づかない。いやでも見るべきなんだよね。ね、そうか。この可能性ないですか？否定はできないと思います。否定はできないです。はい、いろんな病気あるんだ。さまざまな病気がどれも完全に否定できませんね。研修医が挙げた薬剤性パーキンソン症候群の他にもさまざまな病気の可能性が出てきた。まずはこの方が実際にパーキンソン症状があるのかどうかですね。マイヤーソン症候群。マイヤーソン症候群。またソンだよ。何ですか、マイヤー。3人目のソンが出てきた。患者さんの眉間のところをこうトン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 と検査すると、パーキンソン病の方の場合は、パーキンソン症候群の方は、ずっとパチ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 、まばたきが続いてしまう。続いてしまうんですね。他にないでしょうか、須澤さん。パーキンソンかどうか、やっぱりその筋肉が硬くなってないか。パーキンソン病のですね、症状を見る診察の中に筋肉のトーナスを見るものがありましたね。実際にこの診察の仕方を実演してみたいと思います。まず筋肉のトーナスを見て、どうぞ。お父さん、すいません、腕を